はい、今回はですね、ニューバーというメーカーのですね、RGB650LED というものを購入してみましたということで、そのご報告になります。何ですか、これ。バーベキューセット。バーベキューセットですね。たこ焼きも焼ける。たこ焼きも焼けます。この間たこ焼き買ったばっかりですけどね。違います。ですね、こちらはですね、今申し上げました通り、LED ライトでございます。我々のですね、ライブ配信がですね、どうしても薄暗くなってしまうので、それ背は景はなんかね、そドうヨなーんンとでしてす。ドヨーンとしてるんで、もうちょっとなんとかならないものかなと思いまして、LED ライトを、購入してみたというところでございます。うちのチャンネルではですね、開封動画はやりませんということで、宣言していたんですが、格好好きがありまして、そこはカメラのって入ってたんですね、実はね。これカメラじゃないんで、開封動画でも撮ってみようかなと思いまして、撮っています。では早速開けてみましょう。指切らないようにしてくださいね。それ指切らないね。肩そこにあるよ。はい、じゃあ気をつけて、カッター使ってくださいね。鉄をだったらこの超能力で開けちゃうね。鉄男って誰ですか？鉄男ってすごい超能力を持ってます。アキラですか、これ。そもしかしてアキラですうそうそう、か？また影響を受けちゃってるからね。ちょっとこっから先もちょっと超能力使っていこうかなって。私もね、これ真面目な動画じゃないんですか？これふざけた動画なんですね。はい、じゃあ開けてみましょう。1個って2個。2個ですね、確かにね。ケース？3個。それケースだけでですすか？か。ね。こんなん。はあ。4個。足っぽいですね。足っぽい。5個終わり？ですね。終わりです。あとちゃんとクッション入ってました。多分これがライトで、これが足で、これが足などを入れるケースなんじゃないかと超能力では感じてます。ちょっと触らせてもらっていいですか？意全外とちゃんとしてる。部全部入るのかな。いや、入らなかったらダメですね。ライト2入りそうですつとよ。ね、入りそうです横にポケットありますもんね。へえ、すごい。大丈夫です。大丈夫ですか？超能力。みたいな雰囲気ありますね。なんかこう、焼きますか？なんか挟んで焼くみたいな感じに見えますね。これはおそらく照明。思ったより小さいですね。でもずっしりしてる。あとずっしこりしてるんだ。それはあんまりいいことじゃないですね。女の子だから。で、あとこれね、なんていうの、これ AC のやつね。こんなのが入ってました。それで、ライト1個分ですね。ライト1個分。まずライト開けちゃいましょうか。ちょっとね、セロハンテープがね、いいですよ、もうわーっと開けちゃって。黄黄色い。よし、じゃあ開けてみましょう。じゃん。小さいですね。初代 iPad よね、iPad り小さいですね。こんな。で、こう。で、後ろがいろいろ操作する。B5 くらい？そうだね、B5 ぐらい。ほんとこうやってシュッ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 って。なるほど。はあ。どうでしょうね、それ使えるんですかね。
まあ、買ってから言ってるんですけどね。ちょっと後でスタンドにもちゃんとつけて、うん、やってみましょうか。やってみましょう。でもう一つこっち開けてみましょう。はい、開けてください。スタンドのクオリティを教えてくださいな。見た感じは大丈夫そう、はいはいはい、ただ立ててみた時ガタガタするかどうかだよね。あ、そうですね。だんだん居場所がなくなってきましたね。あ、私のですか。私のです。あ、そちらですか。はい、ということで、めちゃくちゃ強い光が加藤さんに当たってぶっ飛んでしまっています。なんでちょっとこれ露出補正しましょうね。あ、余計明るくなっちゃいました。これうまくできるんでしょうかね。なんかこちら色温度を変えることができるのと、色相とか彩度とか変えられる。すごいですね。これなんかね、必要以上にほうれい線が出来上がってますね。それ困ります。それは困りますね。の女優ライトですよ。うん、女優なのにね。うん、こっちからこういって眩しい。反対側どうですか。こっち側から回しますか。眩しい。これ今 100% ですね。 100% かな。もういい。めちゃくちゃこれ機械硬いですね、この距離で。なんかね、あのね、はい、お前やったんだろ、自白しろって言われてるみたいでね、はい、やってもいないのに、すいませんカツ丼ください、僕がやりました、犯人です。今カツ丼くださいが先だったね。よしよし、今日は絶対買っちゃいけないカメラとか買い替えた方がいいカメラやってみましょう。誰ですか。なんか人気 YouTuber みたいでしょ、カメラ持ってる系の。あ、背景が赤と青の何だかの魔術師の人ですね。うちもやってみました。今こちらからね、青当てて、はいはいはい、こっちはちょっと紫なんか当てて、はいはいはい、ちょっとすっごい人気ある YouTube チャンネルっぽくないですか。そうです ね、いつもよりはなんかそのままあることないこといろいろ言ったらいいんじゃないですかって感じになってます、ね、そうそうそう、カメラっていうのは写真を撮る道具ですよとか、カメラっていうのは重いと首が痛くなりますよとか。そうです ね、うん、そんなこと言ってませんけどね、その人きっと。まあ、とにかくいい感じに仕上がってるんじゃないですか。はい、そうです ね、なんかこう季節によってライブ配信の時になんかこうクリスマスっぽくしたりとか、うん、そうですね、なんかこうパーティーっぽくしたりとか、はいはいはい、なんかできそう、楽しそう、はい、私の入るスペースがなさそうですね。はい、それではお片付けしましょうか。縦にした時にガラガラ落ちてこないのがいいですね。で、これをこうして止めて、あ、そこにまでマジックテープついてるなんて、うん、よいしょ、こんな感じ。うん、はい、重さどうですか。うん、重いは重いですけど、特に大丈夫かな。車で例えば持ってってね、お外撮影するのにこれくらいだったら運べますね。あと2個入るとちょっと重いかな。
はい、光量のテストをちょっとしてみようかなと思いましてですね、加藤さんに向かって右側がですね白壁になってまして、左側からですね、先ほどのライト2灯当てています。壁の方にもそれなりに当たってちゃんとレフの効果があるような形になりながらなところですね。特にディフューズはしていません。こちらですね、今感度が100でですね125分の1、絞り4な感じで、設定をしています。はい、もう少し開けたいなというところだと思うのでちょっと開けてみようかなと思いますが、はい、これ2.8だとこれぐらいになってきますというところですね。低照光なので125分の1は最低維持したいなというところがありますからね。まあこういう時にはやはり感度を上げて対応でしょうね。絞り 2.8 で取ることないですもんね。今ちょっと扱いやすかったんでそちらの方をちょっとダイヤル回しましたが、はい、こんな感じでですね、色もチカ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 、いろんなパターンで点滅、明滅するようなこともできるみたいです。パリ、パリ、パリピーポー。